はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。今回はちょっとあるね、最近よく流行ってる配置に関して解説していきたいと思うんですけども、皆さんね、こういう配置って見たことないですかね。というか、まあ多分多くの方は見てらっしゃると思うんですけど、こういうやつ、なんかこうね、四角形に囲まれたエリアが4つあって、でそこにね、こう IT とかね、ギガテスラ、あとは、なんだこれ、イーグルホー、こういう主要施設が固まってるような、まあそういう配置、まあどこに何があるかっては結構変わるんですけど、まあよく見ますよね。で私もね、ここ 3,4,000、まあ 5,000 以上かな、わかんないですけど、もう相当これに悩まされてきたんですよ。でクラン全体としても結構悩まされてきたんで、ちょっとねこれを撮れた動画をちょっと見てもらうのと、失敗した動画をね合わせて見てもらいながら、ちょっとその、攻めの考え方っていうのを説明していきたいなというふうに思います。でまずこの私、攻めはね基本ホグです。ホグで攻めていってるんですけども、その前の形作りが結構重要で、これまずここの区画を潰したいと思ってるんですよね。で考え方っていうのはね、この四角で囲まれたエリアっていうのを4つね今あるじゃないですか。それぞれをどうやって中にユニットを入れて潰していくかなんですよね。まずここ、これは、ちょっとね、これ出し忘れちゃったんですけど、コウモリで潰します。もうね、対空施設、今、ここ、ちょっと崩したんで、コウモリ撃てば、このイーグル砲壊れますからね。で、次、ここ。ここは今、ヒーローとボーラーパートですよね。これを入れていって、この IT だったりとか、もうね、この辺に入ある、防衛施設も、一通りね、ヒーローと、あと中に入ってる防衛軍じゃないわ、援軍のバルキリー、まあ、これらを使って潰していこうと。でそうすると、今ね、こう、ホームに出しましたけど、そうするとね、2個の区画を、こう、隣接する区画を潰せれば、あとはこう、直線になりますよね。割と、施設が、こういう風にバーッと見えますよね。そうするとね、ホグとかね、結構刺さりやすいんですよ。で、まあ、ディガーを使うっていう手もあるんですけども、相手のね、ヒーローをこう、両方とも処理できるんであれば、ホグのがいいんじゃないかと私は思いますね。でなるべく低コストで今言ったこの2つの区画をこう潰して、で残った1個の区画に対して、まあ、呪文とかをねふんだんに使っていきながら、こうユニットを、まあ今回はホグをこう回していくという形が作れるとね、結構こういうなんだ、4つのフォーススクエア配置っていうのかな、わかんないですけどこういう配置ね結構壊せるんじゃないかなと思います。やっぱりね、考え方はどうやってこの中にユニットを、確実に入れていくか、ちょっとね後で見てもらいたいんですけど、これクイヒーとかでね割とやりたくなるんですよ。なるんですけど、結構ねそれ難しいです。クイヒーとか入れようと思うと、ちょっとしたねタイミングだったりで、あっさりこういうところくるっとこう回って別のところ行っちゃいますんで、やっぱねそれを使うよりは、なんていうのかな、ある程度その向かう先が予測しやすいユニット、今回で言えばもう1個はね、こう対空攻撃施設、アチャ島が2個ありましたけど、それを崩してからもう対空があんまないんであれば、そこにコウモリ使っちゃうとか、場合によってはマスケルトンでもいいかもしれないですね。でここはしっかりサイドカットをしてから、まあ、陸のね要バスターでこう突っ込ましていくとかね、まあそういう選択肢の方がおそらく確実に中にユニットを入れたりとか、中にねある施設っていうのを、壊していける、まあ、そんな形ができるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。で、もう一個、これはね失敗例です。さっき言ったように、私クイヒーでこれをやったんですけどね、思いっきり失敗しましたね。こんな形、ちょっとねさっきの陣よりはこっちの方が少し攻めにくいかもしれないですね。まあ、でもやっぱりね今思うと、まあ、こういうところ、フリーズなんかをね使いながら、ここにコウモリをまあ 2,3 発ポポンと落とすとかね、いうことをして中の施設っていうのを呪文でね壊すことができるんであれば、まあ、コウモリなんか多少劣化されましたけども、それでもいけますからね、使っていくべきだったかなと思いますね。まあ、見事にこれはウォールブレイカー、これ遅れちゃって穴は開いたもののクイーンはこっち行っちゃうということですよね。でこうなってくるともうね、この区画完全に残っちゃいますんで、撃たれ放題ですね、クイーンが。で、まあもうなんていうんですかね、もうこれはやるしかないと思って、この辺からね
ローラーを入れて一気にディガーで回していこうと思ったんですけど、まあ、クイヒーってねやっぱりコストが重いですね。重いんで、まあ、ディガーに避けるコストもまあ今17枠ぐらいしかなかったんですけど、だいぶねディガーがもうなんていうのかな、もうどん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 やられていっちゃって、最後タウンホールに、ね、迫る頃にはだいぶ自利品になってしまってましたね。そういうのを考えるとあんまりね私この陣にクイヒーっていうのは、まあ、うまく中にねこう入ってくれればこういうとこね一気にこの辺を崩せて、まあ、その L 字っていうんですか、こういうのがこう出来上がりやすくなるんですけど、一歩失敗するとこういうことになっちゃうんで、まあ、それよりはねあの確実な、まあ、呪文を使うとか、バスターとかをサイドカットをきっちりしてバスターとかねジャンプを使って中に入れていくとかいうね方法を取った方がいいんじゃないのかなっていう風な気は、まあ、しますね。でちゃんとねこの中の区画を処理できさえすれば、ここがねこうよくこう空白になっていることが多いじゃないですか、こういうところなので、まあ、多少ね荒いかもしれませんけど L 字ないしは、さっきの1回目のね目みたいに2区画こう潰せればね、もうまっすぐドーッとあとはホグを流していくだけみたいな形ができてくるんですよね。で、まあ、それを作るまでが割と難しいし、まあ、言うほど簡単ではないんですけども、やっぱりね、それをね、なるべく低リスクでやる方法、今の2つですよね、呪文と、サイドカットからの陸流し込み、今ジャンプないしはねバスターとかを使ったそういう方法でね攻めた方が、多分この4つこう、四角形があるような区画があるようなね配置っていうのは、まあ、攻めやすいんじゃないのかなと、まあ、いうふうに思いますね。はい、まあこの2本目は失敗例です。まあ、こういうふうにならないようにね、とにかくあのこれはもうミスを誘発するような配置だと思うんですよ。ミスさえちゃんとしないあの方法を取っていけば、むしろ割と取りやすいのかもしれないですね、前回が。まあ、これから私もねもっとこういうこという配置と出会ったらいろいろ考えて攻めていきたいと思うので、またなんかいい発見があったらあの動画を上げたいなというふうに思います。というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。カンクラにもねぜひ遊びに来てください。では、本日は失礼いたします。バイバイ。